ボーアドミラルは、アメリカ合衆国のサラブレッドの競争馬、シュボバである。1936年に、アメリカ競馬史上を4頭目となる、アメリカ三冠を達成し、また、同年代のアイドルホースシービスケットと、正規の対決を演じたことで知られる。突起がない限り、競争はすべてダートコース万能王の馬種として知られる、サミュエル・ドイル・リドルの自家生産したサラブレッドの馬で、ある。 母馬ブラッシュアップによく似て小柄な用語まで、5月2日と、やや遅生まれだったこともあって、非常に貧弱に見えたという。リドルの老いであったウィリアム・ジェフォードはこの子馬を高く評価し、当初リドルに売ってほしいと願ったが、後になってこの申し出を取り消した。ファラウェイ牧場の牧場長であったハリー・スコットが、理由を聞くと、もしこの馬が私の考え通りの活躍をしたら、おじさんに恨まれて、 万能王を種付けしてもらえなくなるからねと答えたという。成長しても体抗は15.2ハンド、または15.3ハンドと小さなままであった。後に活躍するようになると、体格の小ささを含めて、ザマイティやトムとあだなされた。小さいながらも、非常に金星の取れた体つきをしており、父や母よりも、母フのスイープによく似ていた。 父に最も似たとされるのがその性格で、火のような激しい気象の持ち主であった。王兵で周囲を見下したようなところがあり、じっとしていられない馬であった。競争馬として入球後も、草案のベルが鳴るだけで、急務員を引きずりながら、馬房を飛び出したり、発馬機を嫌がり、発送委員を跳ね飛ばしてフライングしたことが何度もあった。某アドミラルは、 ジョージ・コンウェイ調教師の管理のもと競争馬としてのデビューに備えた。身を低くして地面をかすめるような走り方をしていたという。4月25日にハバニグレース競馬場で行われた未勝利戦でデビューし、これを楽勝した。1ヶ月後にベルモントパーク競馬場のアローワンス競争に出走し、ここも勝利を挙げた。それから2週間後のナショナルスタリオンステークスで、 当時の2歳最強と評された、ポンプーンと対戦、同馬の3着に敗れた。続く、グレートアメリカンステークスでもフェアリーヒルに半馬審査を、つけられた2着に敗れ、貧弱な馬体通りの早熟馬だったのではないかという、評価を受けていた。コンウェイ調教師は、ーアドミラルを、ハバディグレースに戻し、イースタンショアハンディキャップに出走させると、 安城のチャールズ・カート・シンガーはスタートと共に一気に先行させ、楽々逃げ切って初のステークス勝ちを手にした。しかし、翌戦のリチャード・ジョンソンハンデキャップではトップハンデを課され、ボトルキャップにハンバ審査捉えられて2着に敗れ、2歳シーズンを終えた。ハンデキャッパーのジョン・キャンベルによる2歳世代のフリーハンデキャップにおいて、ウォーアドミラルは121ポンドが与えられ、 同世代の7位と位置づけられた。コンウェイ調教師は、リチャード・ジョンソン・ハンデ・キャップの後に、ウォー・アドミラルを半年間の休養に当てて、成長に期待したが、3歳の春を迎えても体格は、相変わらず小さいままであった。同年初戦のアローアンス競争では、持ち前のスピードを活かして2馬身半差で落勝した。その10日後のチェサ・ピーク・ステークスでは、サンタニタ・ダービーを買ってきた。 フェアリーヒルやフラミンゴステークスカチューマのコートサンダルなどが出走していた。レースでは安城のカートシンガーがスタートしてすぐにウォーアドミラルを前に出すとそのまま後続を離したまま逃げ続け最後には後続に6馬身の差をつけての圧勝を遂げた。リドルはそれまでケンタッキーダービーを意識していなかったがこの勝利を見て初めて挑戦しようと考えた。 1937年5月8日、同年のケンタッキーダービーは総賞金5万ドルの高額賞金競争として行われ、20頭の出走馬と7万人の観客がチャーチルダウンズ競馬場に集める中、ウォーアドミラルは一番人気に押されていた。カートシンガーは、ウォーアドミラルを早々と先頭に立たせると、正確に一馬身のリードを保ちながら進めた。 4コーナーでポンプーンが迫ってきたのを見ると、カートシンガーが、後続の突き放しにかかり、3馬審査まで開いたところで、追うのをやめて KK とゴール、2着ポンプーンとは1馬審、3、4差がついたままの優勝を遂げた。この年のプリークネスステークスは、ケンタッキーダービーから1週間後に、そして同じく5万ドル競争として行われた。このレースで、ボーアドミラルが素早く、 先頭に立ったが、ウェインライトの起乗するポンプーンが、コーナーの隙で、インコースから割り込み、ウォーアドミラルに並びかけてきた。2頭は後続を引き離して、接戦を繰り広げたが、ライトがポンプーンを必死に無知で叩くのに対し、カートシンガーは軽い無知使いに止めた。結果、頭差の勝利となったが、実質それ以上の差を持って2冠を制した。それから3週間後のベルモントステークスでは、 ウォーアドミラルと対戦することを恐れる陣営が続出し、7等立ての競馬となった。この日のウォーアドミラルは非常に興奮しており、何度も発馬機を押し開いてしまったので、スターターはウォーアドミラルが並んだ瞬間にゲートを開いた。これに驚いたウォーアドミラルはゲートの地上部分に右前肢を引っ掛けて切り傷を負ったが、それでも果敢に戦闘に立った。 道中は常に3馬身くらいのリードを保って進み、最後の直線に入ってもその距離は縮まることはなく、力を抑えたまま2着新シフターに3馬身差をつけて優勝、史上4投目の3冠を達成した。勝ち時計の2分28秒6は当時のダート12ハロンのアメリカレコードと大記録でもあった。ボーアドミラルはスタートの時に作った傷から出血しており、 ゴールした時には腹や甲子に血しぶきが痛々しく散っていたが痛みを訴える様子もなかったのでカートシンガーはミナーズサークルで下馬するまでこれに気づいていなかったベルモントステークスで負った傷の療養のためウォーアドミラルは10月まで休みに当てられた調教中のシービスケットとジョージ・ウルフこの当時西海岸では最下層から一点最強馬までのし上がった シービスケットが一躍人気を集め、さらに東海岸への遠征でサバーバンハンデキャップのカチウマアネロイドラ東海岸の強豪小馬を打ち破っていた。そこで同馬と東海岸で最強のウォーアドミラルトでマッチレースを行おうという企画が全国で検討され、はじめハイアリアパーク競馬場やアーリントンパーク競馬場などが開催地に名乗り出ている。ベイメドウズ競馬場は、 それぞれの場所に、連邦で正式に申し出を行ったが、西海岸までの遠征を言い上がった、リドルによって断られた。当の大アドミラルは復帰戦の10月26日のローレル競馬場での一般戦では、アネロイドと対戦し、これを二馬身反差で破った。その4日後10月30日に出走した、ワシントンハンデキャップには、 シービスケットも出走を予定していたが、馬場状態が悪いことを理由に出走を取り消したため、直接対決は立ち消えになった。同競争は、ウォーアドミラルが一番新反差で楽勝した。シービスケットの場し、チャールズ・スチュワート・ハワードはその後も、両馬のマッチレースを強く熱望しており、ピムリコ競馬場の支配人であった、アルフレッド・グーィン・バンダービルと二世と共マッチレースの計画を練ったが、リドルは、 この企画も断った。11月3日に行われた第1回、ピムリコスペシャルには再び、ウォーアドミラルとシービスケットが登録していたが、再びババ状態を理由にシービスケットは、出走を取り消した。この日のウォーアドミラルはいつに増して荒れており、ピムリコの発送委員であったジム・ミルトンはこれをなんとかゲートに並ばせるために、ウォーアドミラルの唇をやっとこで挟み、 その間に尻を押して整列させた。この行為は、後で、リトルの怒りを買い、以後の出走予定から、ピムリコのものをすべて外させたという。スタートのトラブルもあってか、レース中も大アドミラルは制裁を欠き、28ポンド差の、マスクドジェネラルという馬に先手を譲ってしまった。しかし、第4コーナーで、同馬が外に膨れた瞬間に内から捉らえて、一馬新反差を、 つけて勝利した。結局シービスケットとの勝負付けはならなかったものの、このシーズン3冠を含む8戦全勝の成績が評価され、ターフスポーツダイジェスト誌による年度代表馬選考において、同年の最優秀三歳ボバ、並びに年度代表馬に選出された。ウォーアドミラルは4歳シーズンの初戦を2月19日のハイアリアパークでの一般戦で迎えて、これを勝ち、 続いて、同競馬場3月5日のワイドナーハンデキャップを130ポンドの金量を積まれながらも、2着馬ゼブスンに2場審査をつけて解消した。ゲート難は相変わらずで、ついにはゲートの外から発送させるようになっていた。ウォーアドミラルのハンデキャップがどんどん重くなっていく中、リドルは負担金量の上限を130ポンドまでと制限し、ちょうど130ポンドを積ませた。 ハイアリアパークには苦情をつけ、またそれ以上を提示してきた競馬場には出走を断っていた。前年の何度ものすれ違いの後も、ウォーアドミラルとシービスケットとの対決の企画は、方々で練られており、また両陣営、マスコミやファンの相手を破らないと最強馬を名乗れないと考えていた。同年春頃、ベルモントパーク競馬場は、ハワードの口利きのもと、 賞金総額10万ドルのマッチレースを企画しており、またアーリントンパークも対抗するようにマッチレースをリドルに打診している。結局両陣営はベルモントパークの案に承諾し、5月30日に行われる手はずとなった。しかし、直前になってシービスケットが脚部不安を見せたため中止となった。大企画が空転した穴埋めに、ベルモントパーク競馬場は、 リドルに5月28日のサバーバンハンデキャップに出走してほしいと打診すると、リドルは一度承諾したものの、直前になってババ状態を理由に回避、ファンから批判を浴びた。その批判に反発するかのように、6月6日のクイーンズカウンティハンデキャップでは、サバーバンで予定されていたものと同じ132ポンドを積んで、出走20ポンド差のスナークを下して、 連勝を十一に伸ばした。六月二十九日のマッサチューセッツハンデキャップにも両馬は登録していたが、当日はシービスケットが苦手とする点で、また競争直前になって脚部不安が再発したため、再び出走を取り消した。ウォーアドミラルもこの日の重馬場に苦戦し、くぼみにつまずいて転倒仕掛けた上に、流血、先行することもできないまま二十三ポンド軽い目の鬼、 大きく離された4着に敗れ、連勝記録をストップさせた。久々の敗戦の後、ボーアドミラルは、夏のサラトガ競馬場に向かった。いずれの競争でも対戦を回避する馬が続出し、競争によっては3頭立てで行われている。ウィルソン・ステークス、サラトガ・ハンデキャップ、ホイットニー・ハンデキャップ、サラトガ・カップと相当数になった競争を、連勝していった。10月1日には、 ベルモントパークの大一番であるジョッキークラブゴールドカップに出走2着馬に3馬審査をつけて楽勝した。直接対決が実現したのは11月1日火曜日のピムリコ競馬場であった。支配人のバンダービルトは前年ウォーアドミラルが勝ったピムリコス。この際にリドルは負担金量を双方120ポンドにすること因縁のある発送委員を外すこと。 また発送は、バリアー導入以前の手し式の発送で行うことを条件とし、バンダービルトとハワードもこの条件を了解した。開催を火曜日に設定したのは、ピムリコ競馬場の収容人数は1万5000人が、限界で、それを超える観客数が予想されていたからであった。しかし、当日にはそれをはるかに超える観衆が集まり、10時に競馬場が開くとどっとだれ込み、 正午には4万人を超える観客でひしめいていた。マッチレース当日のオッズでは、ウォーアドミラルが人気を集めて、先行すれば有利なウォーアドミラルが打ち、枠を引いたこともあり、単勝1.25倍の一番人気に押された。スタートが切られると、シービスケット安城のジョージウルフは無知を入れて、ウォーアドミラルから先手を奪った。ウォーアドミラルは、シービスケットの庭心後ろを追走し、 バックストレッチで追い上げていった。追いつかれるとウルフはわざと内側を開けて、ウォーアドミラルをインに圧迫しようとしたが、カートシンガーもそれを読んで外に持ち出し、並んだままコーナーを回っていった。そして、直線を向いてから、シービスケットがウォーアドミラルをどんどん突き放し、ウォーアドミラルは最終的に4バッシンの差をつけられて敗れた。レース後、カートシンガーはコメントを求められると泣きながら、 俺に何が言える俺たちじゃとにかくダメだったんだ。ウォーアドミラルはあいつに追いつき、あいつの目を見た。でもシービスケットは諦めようとしなかった。俺たちは全力を尽くして戦った。でも、それだけじゃ足りなかったんだと語った。コンウェイ調教師はノーコメントを貫いた。この決戦は後にマッチレースオブザセンチュリーと称され、2006年にブラッドホース氏が アメリカ競馬市の重大事件をランキングしたホースレーシング S トップ100モーメンツではこの対決がブリーダーズカップ創設に次ぐ第2位に位置づけられた。ウォーアドミラルはマッチレースの敗戦後も競争を続行した。ナラガンセットパーク競馬場のロードアイランドハンデキャップではシービスケットともう一度対戦する可能性があったがウォーアドミラルよりも3ポンド重いハンデを課された。 シービスケット陣営は回避している。ボーアドミラルは同競争を勝って同年を締めくくると5歳シーズン初戦をハイアリアパークの一般戦の勝利で迎えた。その後ワイドナーハンディキャップの連覇を目指していたが2月の調教中に足首を故障し休養、そのまま引退に至った。総合成績26戦21勝。 生涯獲得賞金は273,240ドルで、勝者総取りとなった、マッチレース以外では賞金を逃すことのない、戦績であった。競争場引退後、ボーアドミラルは、リドルの牧場で、種ボバとなった。リドルは、マンノワオの外部への種付けを強く制限していたが、ボーアドミラルは、一点広く、種付けを募集した。種ボバとしては四十頭のステークス競争家チュマを、 だし、1945年のアメリカリーディングサイヤー、1948年の2歳、リーディングサイヤーになるなど期待通りの成功を収めた。しかし、後継の種ボバがあまり成功しなかったため、その不景はすでに残っていない。日本に輸入された3区に重傷を勝った馬は出なかったが、そのうちの一頭林房が種ボバ入りして光る高いを出している。 ヒンバの活躍場が顕著で、ラトロワンヌのメスケート特に相性が良かった。代表3区はブッシャーとサーチングのアメリカ競馬電動入りも果たしたヒンバ2頭である。これらを通じて、ウォーアドミラルはアフェクショネートリーやバックパサーといった名馬の母フともなっている。1951年にリドルは没した。その遺産処分のために、1958年にウォーアドミラルは プレストン・マッテンの持つハンバーグプレイス・ファームに売却された。売却から1年後の1959年に死亡25歳であった。その以外は、父母と共にファラウェイ牧場に埋葬され、後にケンタッキーホースパークに移設された。死没の1年前の1958年、アメリカ競馬名誉の電動博物館は、その競争成績を表彰し、シービスケットと同時に、 伝道場として選定した。後の1999年にブラッドホース氏編集部の選定した20世紀のアメリカ名馬100、1000でもローアドミラルは選出され、同じく選出されたシービスケットを上回る13位に格付けられた。2013年、サラトガ競馬場が150周年記念事業として、競馬場とゆかりのある名馬の定席をかたどった。 夫婦プリントウォークオブフェームを発表、ウォーアドミラルの定席もその一つとして、初年度から並べられた。主な産区の出店、ウォーアドミラルの母母、アネット・ケイは、三大母バシング・ガールは、イギリスからの輸入された時に身ごもっていた品馬であった。名前は、オーストラリアの水泳選手、アネット・ケラマンに由来している。同馬は、ハンドほどの貧弱な馬体で、一戦して、 着外に終わっている。その後、アネット系は繁殖品馬としてリドルに購入され、スイープと交配して、ウォーアドミラルの母、ブラッシュアップを出したほか、マンノーと交配して、ウォーグローリーを出している。母ブラッシュアップも、アネット系同様に小さな馬で参戦して、未勝利に終わった馬であった。また、ウォーアドミラルは、ブラッシュアップとマンノーの6度目の交配で生まれた。 馬で、それ以前の、全姉らはいずれも期待外れに終わっていた。ローラヒレンブランドの電気小説、シービスケット、アン、アメリカンレジェンド、および映画、シービスケットにもウォーアドミラルは登場する。ただし、映画では、シービスケットとの対比を大きくするためか、18ハンドと、実際の対抗より大きな馬に設定されている。ありがとうございます。